2011から2016年の地中海における難民、移民の死亡者数グラフ。出展、国連難民高等弁務官事務所地中海での難民船事故の一覧では、2007年から2016年にかけて地中海で発生した難民船の沈没事故について説明する。この事例は欧州難民危機の一部として言及されている。イタリアに向けて地中海を渡った。 移民の死亡者報告数が2015年4月に増加した。様々な事故で1000人以上が死亡し、救助活動の出動も行われた。2015年4月13日、最大550人の移民が乗っていた船舶一隻がリビア沿岸で沈没した。400人以上が溺死したと考えられている。144から150人が救助されて、イタリア南部の病院に運ばれた。 この転覆は、リビア沿岸から六0海里の沖合で発生した。空と海からの生存者捜索作業が、沈没地点で開始され、結果9人の遺体が回収され、イタリア沿岸警備隊は、これ以上生存者は見つからなかったと述べた。4月16日、シチリア島に到着した4人の移民が、自分たちは沈没船のわずかな生存者であると述べた。 自分たちの船はリビアを出港した直後に転覆して沈没した際に41人が溺死したと彼らは言った。無関連の事案だが乗客12人を船外に投げ出して溺死させたとの報道を受けてシチリア島にいる15人が逮捕された。目撃者によると4月14日にリビアを出港した船の上でキリスト教徒たちとイスラム教徒たちの間で喧嘩が起こりキリスト教 12人が船外に投げ出されてしまった4月19日、港湾都市トリポリのズワラを出港したばかりボートが夜間にリビア沿岸沖で転覆し、そこには最大850人の移民がいた。28人が救助された。この事故はリビア沿岸から 100km、イタリア南部のランペゥサ島から南に 190km の沖合で発生した。 船舶が近づいた際に,に人々が片側に移動したことでボートが転覆した可能性がある。その人たちは通過する船が自分たちを救助してくれるだろうと考えていた。イタリア検察官の話によると乗船していたのはバングラデシュを逃れた推定950人で密輸業者が何百人もの移民を船倉に閉じ込めていた。乗船した人たちの中には 約350人のエリトリア人、200人のセネガル人、およびシリア、ソマリア、シエラレオネ、マリ、ガンビア、コートジボワール、エチオピア出身の移民がいた。マルタ海軍とイタリア沿岸警備隊が救助を実施して、18隻の船が救助活動に参加したにもかかわらず、日没までに水面から引き上げられたのは生存者28人と、 遺体が24体がだだけだったこの事故は地中海の歴史で最も多くの死者を出した海難事故だと一部で引用されている。しかし、1944年に SS オリア号の沈没が4000人以上の死者を出しており、こちらの事故の方が多くの人命を奪っている。4月21日、このボートのチュニジア人船長が重火室の多重殺人で起訴されたとイタリアの 当局者が公表した。そこでは、船内の下層2階に子供たちが閉じ込められたためで起死したことも報告された。検察官の要請で、イタリア海軍は沈没船の捜索及び位置確定のため、総海底のガエタとビエステ及びコルベット艦のスフィンジェを実動させた。同年5月7日、 全長25メートルのンパ船が、リビア沿岸の北東約85マイルの水深375メートル地点にあり、先月18日に沈没した船の残骸との関連が見られると、イタリア海軍の発表があった。報道によると、4月20日に移民を運ぶ、別のボートが、サンゴ礁に衝突した後ギリシャのロドスト東海岸沖で沈没した。 当初の報道では少なくとも3人の死亡が示された。会場から93名が救出され、30名が入院した。リビアから出港した他のパーセントは対照的にこのボートはトルコから出発したものだった。4月20日にリビアイタリア間の水域で海岸にあった船に関する2つの追加報道が出された。一隻のボートには最大150人、もう一隻は 最大300人を収容していると伝えられた。これらボートの正確な位置は明らかにされておらず、これらの報道が別々の船に言及したものであるか否かも不明瞭だった。イタリアとマルタの海軍がこれらの招集に応じたと報道されている。4月21日火曜日、当初の報道では死亡だったが、乗員450人全員が救助されたと報道された。 シチリア島及びカラブリア周囲の海岸で救助活動と移民の上陸が相次いだ。フェニックス号という船が移民369人を運んでポッザロに到着。別の移民675人はアウグスタに上陸し、300人がカラブリア沖で救助された。197人とともにカターニアに到着したコンテナセンゼラン号では5つの遺体が見つかった。 セーブ・ザ・チルドレンによると、この他移民40人が海で落命した。クロトーネでは、パナマ船籍のタンカープリンス、アイオ号が、シチリア海峡で救助した移民250人を運搬し、他3人の遺体も救助中に海で回収した。一方で感染症警報も引き起こした。ベガ号という船でアウグスタに到着した移民675人のうち、約150人が、 水筒と海船の疑いのため港で隔離された。医師の尽力で、電線の危険はなくなり、状況は人生化された。検査を受けた、大部分の患者には、水も食料もほとんどなく、リビアの倉庫で2ヶ月待機していたため衰弱していた。トラーパニでは、移民104人が貨物船で到着し、他の483人は、イタリア海軍の船ボルシニー号に乗って、 パレルモに到着した。また、イタリアの警察に逮捕された密輸業者の数も増加している。カラブリア州の海岸から約80マイルの沖合で、浮力の悪い漁船に乗った移民約300人の救助活動が実施された。イタリア海軍がシチリア海峡で漂流する船に乗っていた移民217人を救助し、また17体の遺体を回収した。 直近24時間で3300人の移民が救助された。3隻の船に乗った移民283人が、リビア沿岸から数マイル離れた場所で、ドイツのフリゲート艦シュレースビヒホルシュタインによって救助され、シチリア島のオーガスタ港に上陸した。生存者の証言によると40人が行方不明、または死亡している。戦争に詰め込まれ、出られないように、 リビア沖で船の乗組員によって塞がれた49人の移民が煙を吸って死亡した。生存者はイタリア海軍によって救助され、その船の船長と乗組員が逮捕された。6人の移民がギリシャの島に到達しようと試みて、トルコ沖で溺死した。戦争に詰め込まれ、出られないようにリビア沖で船の乗組員によって塞がれた50人の移民が煙を吸って死亡し、 生存者はスウェーデンの部隊によって救助された。このボートでは救助された別の400人の移民も運んでいた。2016年9月21日、難民約600人の乗船するボートが地中海のエジプト沿岸沖で転覆した。204人の遺体が回収され、約160人が救助され、数百人が行方不明のままで、約300人が死亡したものと考えられている。 人身売買及び収容能力の法令違反で4人が逮捕された。この事故は2016年の地中海において最悪規模の可能性がある。2016年11月3日、リビア沖での2件の転覆事故で約240人が死亡した。最初の海難では29人が生き延び、約120人の死亡が報道された。2番目の海難で生き残ったのは2人だけで、 再び約120人の死亡が報道された。11月17日にリビア沖で放棄されたモーターなしのボートが沈没した際に別の100人が沿岸沖で溺死したと考えられている。生存者27人はイタリアに移送された。2016年に地中海を渡ろうとして推定4700人が死亡した。ありがとうございます。